16代目、市村うざいもん1月15日から1952年10月4日とは、大正から昭和時代前期にかけて活躍した歌舞伎役者。屋号は立花屋。縄文は、値上がり立花、開門は渦巻き。背名に加工がある。本名、市村勇。京橋くつ寺に生まれ、後15代目、市村うざいもんの養子となる。2代目、 市村吉五郎は養父を共にする弟にあたる。1910年4月、東京歌舞伎座、倉間山がか係学の牛若丸で四代目、市村竹松を襲名し初舞台。伊五生小屋五代目、中村福助、片岡千代之助らと共に、若手の騎手として将来を植望された。1925年1月には七代目、市村柿津を襲名。 1947年2月、東京劇場で16代目、市村うざえもんを襲名した。大らかな芸風で、洋父の15代目とは、対照的な芸風を持っていた。演劇界、昭和27年第1号の関東特集では、御像詩という表現が、こんなにもぴったりとする役者、品の良い、おっとりとした落ち着きは、無類、決して采ばして、チカチカする役者ではありません。 器量の大きさは、やがて大物に仕上げていくに違いありません。期待しましょうと評された。世話物では、養父が得意としていた、和歌手、時代物では殿様や奥方の役などを得意とした。諸佐寺もよくし、もみじ狩りの山の神、吉野山の聖御前、落ちるの早の官平などが当たり役であった。もっとも、特に発揮する役はなかったとする評がある一方で、舞台ぶりは六代目。 尾上菊五郎にも評価されていたという。逆に戦後間もなく上演された現代劇、銀座復興での演技は酷評され、これで新作歌舞伎に向かないという評判が立ってしまった。それでも、うざえ門衆名後は、着実に芸が伸び、特に1951年6月の新橋、演舞場での加藤道夫作、内与岳賞のおのれや、翌年7月歌舞伎座の北条秀治作、 狐と笛吹きの秀人など、新作の王朝仏という新領域で本領を発揮しようとした矢先に病を患い、秀人を演じてからわずか3ヶ月後の10月4日に亡くなった。48歳を打つ。結果的に秀人を演じたのが最後の舞台となった。ありがとうございます。